あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく、居飛車をね、後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでですね、今回は居飛車対四間飛車の戦いになりましたね。でパタパタと進んではいくんですけど、でここでね、この銀上がりあたりでなんか怪しいなと思ってちょっと時間使うんですよね。これなんか振り戻してきそうみたいな感じはしたんで、まあ一回端ついて、あの様子見で端ついたところはあるんですけど、この辺どうしたっけな、銀上がっていくんやったっけ、歩ついて急戦見せるんやったっけ。で、銀上がってきたんで、これで一応なんかヘナ級っぽい感じで攻めていけるなーってことで、まあ右からね、4番目の筋の歩をついて、まあ、桂馬跳ねていけんじゃねっていう感じでやってきましたね。で、多分ね、ここで歩仕掛けるんじゃなかったかな。うん、仕掛けて同桂の時に、相手から、あの、角交換してほしいっていう感じだったのかな。普通に交換はせんと思うんだけどな。うん、多分桂馬跳ねると思う。で相手から取らせて同銀ってしたら、あの相手がね、袖飛車で攻めてこようとしてるのに、まあ銀が上に間に合いそうみたいな感じかな。で一応これはですね、5筋に成桂を作るっていう手が残ってるんで、まあ相手の方もね、あのどっかで受けてくるとは思うんですけど、ここで角打ったっけな、確か銀を角で取りますよって打った気がします。でまあ、 あの無難に行くなら歩打ちですかね。銀を支える歩打ちだと思うんですけど、これね、銀ボロに気がついてないんですよね。銀ボロに気がついてない俺がいるんですけど、まあそこはご愛嬌ということで。でもう一回桂馬打ったかな、確か。もう一回桂馬打った気がします。でまあ銀は上がってこれないんで、さあここからどうしようって感じなんですけど、まあ成桂作ってたっけな、確かな。うん、これでどないなのっていう感じだったんですけど、そうですね、まあ勢いつけてきましたね。突き捨ててどうすんのっていう。でここどうしたっけな、なんかぶっちして飛車取ったっけっていう感じなんですけど、まあ一回冷静に避けとくぐらいでもよかったかもしれませんが、まあまあこうやってあの王様の守りの金銀をね、左右に分割して、持ち駒にね、まあ、銀とか飛車とかあるんで、上から押さえていってどうかという感じでちょっと勝負してきました。でこれ、何もせんかったら、まあ、飛車で王手して、まあ、金の両取りだよって感じなんですけど、まあ多分ね、これ角に当てながら金両取りにしといてどうかみたいな感じかな。で一応これが詰め路ですね。よく見たら詰め路ですね。うん、なので、まあ、1回避けて逃げてきたんですけど、これは角外すか金剥がすか迷ったかな。あ、角剥がしたんですね。で逃げてきたんですけど、まあ、これは1回は竜入るのかな。2段目かな、1段目かな。あ、そうですね、角打ってやっぱ金狙っていくっていうのが、まあいいかなっていう感じですよね。まあ、ただこの角が働いてるかどうかはちょっと怪しいところはあります。でまあ一回竜入って、やっぱね、中段で中途半端にやっているよりは、まあ、攻めに利かしたいよって感じなんですけど、この角打ちはね、まあ王手でこっちが先手取れる形なんで、まあ問題ないかなって感じで、そうですね、これで銀成り返って角の道閉じましたね。一応瞬間的には角が死んでる形になると。で左側ね、ぶち込んできて、これ清算したらまずかったかな。清算していいのかな。
あ、これ生産して、まあ、相手の攻め駒が、まあ、銀と桂だけなんで、まあ、なんか王手とかしてきても右側に脱出すればいいでしょうって考えてましたね。右側がなんか金銀がいっぱいあるから、まあ、脱出してどうかって感じでしたね。まあ、あの桂馬もあの働かないとは言わないけども、という感じの、まあ、時間切れがちになりました。はい、どうもありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。